車の概念がこれから大きく変わりそうです。ソニーとホンダが手を組んで作ったアフィーラ、一番の特徴はこの大きな画面です。これ何に使うかっていうと、映画見たりゲームしたりできるんですよ。多分ね、プレイステーションを搭載した車輪付きのシアタールームみたいなものを目指してるんだと思います。いずれ自動運転で手が空いたら楽しいことしたいですからね。そういう意味では高音質サラウンドのドルビーアトモスに対応したメルセデスも似たような方向性だと思いました。でもアフィーラの面白いところは外側にも画面がついているところです。メディアバーというもので、車の外にいる人にも何か見せられるんですよ。例えばちょっと色を変えたり、車に挨拶してもらったり。ただこの方向性に関しては BMW の iVision D が一歩先を行ってました。車全体が電子ペーパーの画面になっていて、グリグリ色を変えられるんですよ。皆さんはどの車に乗りたいですか？